今ね、フランスのパリにいます。パリのシャルドゴールの空港のところでプライオリティパスで利用できるラウンジ、これから利用してきます、ということで全日空で、日本に帰国なんですけど、その前にあと2時間あるので1時間ぐらいはちょっとゆっくりしようかな。で、上が食堂レストラン街になってます。でその上がスターアライアンスの、ラウンジだけど、なんかスターアライアンス系がなプライオリティパスで利用できるって書いてあったんですけど、ちょっと見てみます。これはなんかワインか、あこれレストランじゃん、これすごいね。このまま上に行けると思ったらいけないんで、ちょっと一回戻ります。シャネルブルガリグッチ、もうブランドの好きな人はたまんないでしょうね。ちょっとこのターミナル1の、ここのところはもうないみたいですね。プライオリティパスで利用できるところで、ということでちょっと別のところでちょっと普通に食事して飲もうかな。今この数です。ビールです。ハイネケンビールですね。これで 6.5 かな、1000円ぐらいです。やっぱ生が美味しいですね。今から、飛行機乗ります。 NH216 便、フランスのパリから東京羽田ですね、ということで久しぶりです。前回ヨーロッパ来た時も確かパリから出たと思うんですけど、久しぶりの全日空パリから羽田線です。